テレーズ・カバリュス・テレーズ・カバリュスは銀行家の娘で、その美貌を武器に、フランスの総裁政府機には、社交界の花であった女性である。本名は、旧姓で、ジャンル・マリー・イーニャス・テレーズ・カバリュスであるが、テレザ・カバリュスという彼女本人が好んで用いた、通称で有名。また結婚後の姓であるフォントネ公爵夫人、またはタリアン夫人とも呼ばれた。1773年。 マドリード近郊で銀行家、カバリュスとスペイン人の母親との間に生まれる。子供の頃から美人だった。16歳の時に金持ちの貴族ドフォントネ公爵と進んで結婚。宮廷生活を楽しむと同時に、その頃進歩的な貴族の間で流行していた自由主義にかぶれ、ラメット兄弟やラガイエットとも交流を深めた。 1789年のフランス革命の勃発と同時に夫は亡命したが、テレーズは革命に興味を持ち、夫に従って亡命することを拒否して離別した。1793年、ボルドーに移り、そこからスペイン国境に向かい、父の援助で亡命しようとした。ボルドーでは、うさんくさい目で見られたので、積極的に革命の祭典で自由の女神に噴するなどして、 外国者を気取ったそのうち、派遣議員としてやってきたタリアンの目に触れた。テレーズにのぼせ上がったタリアンは彼女に求められるが、ままに、テレーズの友人である、反革命容疑者を処刑リストから外した。まもなく、このことが、パリのロベスピエールに知られ、タリアンは呼び戻される。その後を追って、テレーズもパリに行ったが、そのまま逮捕され、ラフォルス監獄に入れられた。 ここで、後のナポレオンの妻ジョゼフィーヌと知り合い、親友となった。死と隣合わせで不安な日を送り、タリアンに早く、なんとか出所させてもらうように嫌のような催促をするが、なかなか釈放されず、痺れを切らしたテレーズは1794年7月25日、タリアンに最後の手紙を送った。この手紙を受け取ったタリアンは、ポールバラスに誘われていたクーデターの観光を決意し、 7月27日、タリアンは国民公開に向かった。テルミドールのクーデターは成功し、7月28日、テレーズは監獄から釈放される。人々はテレーズをテルミドールの聖母と呼び、これが彼女の一生の称号となった。テレーズとタリアンはすぐに結婚して、娘を設ける。指名上長男のジョセフリケド指名主し化し、一年足らずで、 タリアンの栄光はなくなり、テレーズはバラスの愛人となる。1802年にはタリアンを見切って離婚した。だが、バラスは浪費癖のあるテレーズに困り果て、革命なり金のウブラールのもとに厄介払いしたが、それも長続きしなかった。ナポレオンが最高権力を手にすると、ジョゼフィーヌの浮気癖はテレーズが原因と思い込んでいたために、彼女の社交界への出入りを差し止めた。 そのため1805年、カラマン伯爵と再婚して、4人の子を儲け、残りの30年を夫の領地指名で、それまでと打って変わって静かに平穏に暮らした。晩年は、私の若い頃は、小説みたいだったと言っていたという。タリアン夫人として、またバラスの愛人としてテレーズは、ファーストレディとなり、ファッションリーダーだった。彼女のサロンには、権力者が集った。 当時のファッションは、革命前のロココ風のウエストを金クする、宮廷ファッションが消え去り、自然主義の影響を受けた開放的な衣装、古典主義つまり、ギリシャローマ風に流れるような布の線を十分に、活かして強硬に帯を結ぶ衣装が流行していた。その布もシースルーの薄布で、乳首が透けて見えないといけないと思われていた。それに、つばびろの帽子をかぶり長いショールを引っ掛けた。 このスタイルの女性をメルベユーズと呼び、タリアン夫人はそのリーダーだった。ありがとうございます。